されますよ、周りは。もう、うまいっていうだけでこう脳内がね、満たされるから。もう一個胃袋が欲しい。取り替え取り替えたいな。胃袋のバッテリーが欲しい。取り替えバッテリー、呼びバッテリー。次何するか決めようか。そうそう、なんか次は西牧場に行くんだけど、なんか用意してるっていうか、私の方で調べた体験が3つあって、台湾の縛り。ちなみにタイムスケジュールは2時に一問取り越してる。もうせい3時です。1時間押しのタイムスケジュールで、なんか体験でやろうかなと思ってるのが、まあ、台湾シャンプー、うん、なんか見たことあります写真とかで、こうふぅーとかこうなんかふわーって、マッサージマッサージ、これ足の裏の角質をこうゴリゴリに、痛い、ゴリゴリ痛いのかな、足裏めっちゃ気持ち痛くないらしいよ。あ、本当に足裏角質とるだけですか。マッサージもやってくれる、うん、足裏のマッサージめっちゃ好きで、あ、いいよ。そう、あと耳かき専門店ってあって、耳かき40年やってるおじいちゃんが、おじいちゃん耳めっちゃ見たすごいやん。もう絶対これ目丸なってるからこうレンズつけてるじゃん。奥の方の見倒れがないこの辺をちょっと、まあ、どれかもしくは2つぐらい時間があれば、髪の毛長さ的には多分なんか私あなたのふんでしょ。これの方が多分量いるぞ。あ、そうなの。量、髪の毛の前でこれがよく分かっちゃう。お邪魔にそれ見たらもうキープヤングの次に好きな。キープヤングの横のアゴの、いや、キープヤングの上なんでまだキープヤング困ったの。もしかしたら改装工事してる可能性があるから、あ、なるほど、やっぱりよくあることなのかもしれない。そうだよな、うん、そういう日の可能性もあるし、たまたまここに言ってたけど、まさか昨日まで改装工事じゃない、ね、改装工事の日に当たるってなかなかない、なかなかない。1年間で360日じゃん。我々の帰り見たら営業再開だから行きづらい。実は私そういうとこあるんです。え、前か、え、聞いた、もしやかもしれないと。4人中2人が持ってるもの、思い当たる節があるんですよね。結構友達と遊びに行くと、うん、カフェはたまに臨時休業だったりお好み屋さん、お好み焼き屋さんに行ったら、うん、前日さ、全然ぐらい潰れたばっかり。あ、マジか。そういうのがあるから、あ、ちょっとこれ私のせいかもしれないって呼び込んでるな。呼び込んだ可能性がある。体操工事呼び込んでる。あ、ありがとうございます。やばい。あ、まあでも、まあ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 、二人のパワーを発揮してるわけね、今日は。延期されさせて、そう、一日で、一日で今日が切れるはず。でもそれ今日で終わりにしてほしいね。でも毎日起こっちゃうとちょっとなんか予定起こるな。そうだね、予定がね。いや、で、こいつは何だ。食べてみたらいいじゃないですか。もしかしたらすげえ前かもしれない。ピュ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 、細かいね。細かい。足細かい。足、そう、足細かい。けど、ちょっと頸動脈押さえてる感じがして申し訳ないんだけど。やばいやばい。ちょっと頸動脈止めてる。急所ついてる。なんだろうね。オフかな。頭から行く？アンパンマンみたいな。あれだわ。生地だわ。あ、生地だ。もちもちしてる。何か混ざってるんだろうね。着色料じゃないですけど、なんだろうね。特になんか味が変わる感じはないけど、ただ食べれると分かったんで食べます。
すごい。何の顔ですか。これを食ってやった顔です。汚しちゃいますか。あ、これ前に汚れちゃう。あ、そう。なんか素晴らしいサービスだ。本当に不注意なんで、まずすいません。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。え、でも全然刺さってる。すごい。すごくない。ここだけでした。はい。先生。いやもう美味しいものってやっぱ素晴らしい。どうしようもね。するよね。なんか元気になったもん。うん、元気になった。なんだよね。ちょっと単純だよな。ちょっと乗ってみる？やばい。バスに挑戦しましょう。そう。お腹が満たされたもんだから。でも西本わかりやすいんですか？あ、そうなの。これどうやどこまで行くかみたいな路線図ないの。路線図これ。わあ全然わかんねえわ。またほらこれが一号橋。今何時？6時4分に1号橋さんは到着する。あとこれとこれとこれでビンゴだ。ワンビンゴです。